テイルズ・オブ・シリーズ、またはテイルズ・シリーズはバンダイナムコエンターテインメントより発売されている RPG シリーズ。第1作テイルズ・オブ・ファンタジアが1995年に発売されて以降ゲーム作品の発売やゲームを中心とするメディアミックスの展開が行われている。第1作のプレイステーションへの移植でプロダクション IG によるムービー追加等がなされ、 シリーズの方向性を決定づけた。対戦型格闘ゲームのような操作性の戦闘システム、リニアモーションバトルシステムをはじめ、作品ごとで各種の独特のシステムを持つ。また、アニメ風のキャラクターデザイン、声優によるキャラクターの声、アニメーション付きの主題歌など、アニメ的な手法を取り入れているのも特徴。シリーズの世界累計出荷数は2020年の 時点で2386万本。ファンは10代から30代の若年層が中心で、男女比は、ゲーム自体は、男性7割で、女性3割、イベントやグッズに関しては、女性が9割5分。2015年以降は、ローカライズ化に加え、パッケージ販売やダウンロード販売、スティーム向けの配信を開始したことで、国内のみならず海外のファン層が拡大していると、 バンダイナムコエンターテインメントは発表している。シリーズ作品は、新キャラクター、物語が提供される作品や、その正統続編であるオリジナルと作品を超えて、キャラクターが交わるクロスオーバーの2種類に分けられる。以前は、本編、概念という区分が使用され、2007年以降は、シリーズにおいて、母艦のような存在となる、マザーシップタイトルと外伝である。 エスコートタイトルの2種類に分けられていたが、エスコートタイトルは様々な種類を内包する区分であり、その後加わった新たな区分であるモバイルにエスコートタイトルの一部作品の主戦場が映ったことから、エスコートタイトルというくくりの糸がぼやけていった。また、マザーシップのみが本流であるという見え方になっていることも懸念した結果、シリーズ25周年となる2020年に、 新たな区分となる、オリジナル、クロスオーバーが制定されることになった。新たな分類は、どちらが本流といった類のものではなく、シリーズ作品をどちらかの区分に閉じ込める狙いはないし、上下関係もない。また、両方の要素を合わせ持つ作品が現れることも、予想され、テールズ・オブ・クレストリアがそれに当たるとされる。作品のタイトルは、多くのゲームに見られる。 一律のタイトルに番号を振る形式でなく、テールズオブに続く言葉を作品ごとに変えている。ナンバリング形式でないのは数字で続けると直線のつながりしかできないが、異なるタイトルならそれぞれの派生作品の制作により、横軸と縦軸で平面的に広げられると考えられたため、作品ごとには独特のジャンル名が付けられる。第一作。 テールズ・オブ・ファンタジアには存在しなかったが、第2作、テールズ・オブ・デスティニーにプロモーション担当の吉住真が付けたコピーが一部で、ジャンル名として紹介され、それ以降、なんとなくジャンル名になっていった。オリジナルと明言されている作品のみ記載。和元マザーシップ・タイトル。クロス・オーバーと明言されている作品のみ記載。精霊・テールズ・オブシリーズでは一部の作品を除き、 世界の根本を司る存在として精霊が登場する。彼らは大いなる力を持っており、世界の危機に際して主人公達に力を貸してくれる。火の精霊イフリートは主に炎をまとう人型。水の精霊ウンリーネは穏やかな性格の女性。風の精霊シルフは少年や少女のような姿で描かれる。地の精霊ノームは作品によって姿が異なるが、 ユーモラスな姿とマイペースな性格で描かれることが多い。雷の精霊ボルトは、初期には雷をまとう球体として描かれ、人間には理解できない言葉を話していた。氷の精霊セルシウスは格闘家の少女の姿で描かれる。光の精霊は、三日月に乗った女性の姿で描かれるルナ、巨大な鳥の姿で描かれる、アスカ、翼を持った女性の姿で描かれる。 レムの三体がいる。闇の精霊は、闇という実体が曖昧なものを司るためか、作品によって大きく、姿と性格が変わるシャドウや、冥界のオープルートがいる。また、これらの精霊の上位に位置する存在として、老人の姿で描かれ、元素を司る精霊マクスウェルと、槍を携えた男性の姿で描かれ、すべての源を司る精霊のオーリジンも、登場する。 これら以外にも作品によって固有の精霊が登場することがある。精霊が登場しない作品にはアビス、イノセンスリメイク版、デスティニーなどがある。ハーフエルフ、ファンタジア、シンフォーニアなどのタイトルではエルフと人間の根結としてハーフエルフが存在する。シリーズ中のエルフは魔法が使え、エルフと人間の根結である。ハーフエルフも魔法が使えるが、 魔法が使える人間として、人間からもエルフからも意味嫌われている。作中のハーフエルフの耳は、尖り耳か丸耳のいずれかで、どちらになるかはわからない。エルフは、約1000年と非常に寿命が長く、ハーフエルフもエルフの特徴を受け継いで青年期が、大変に長いのが特徴である。定番のキャラクター物語の構成やつながりに、かかわらず、各シリーズ作品に、 たびたび登場するキャラが複数存在する。基本的に各作品は独立した世界設定である。別作品のキャラが何らかの形で登場することはあるが、それらはゲストとしての登場にとどまる。しかし一部の作品は以下のように世界設定を共有している。ただし作品によっては設定が噛み合わない箇所も存在する。トライバース イノセンスアールとハーツアールは異世界トライバースと関連がある。トライバースではトライバース語という言語が使用されているほか、イノセンスの世界の物語が伝承として伝わっている。トライバースではイノセンスアールのキュキュやハーツアールのガラドが所属する国とイノセンスアールのコンウェイが所属する国の間で戦争が起きており、キュキュは戦争に勝利するため、 トライバースからイノセンス R の世界に技術を学びにやってきている。ガラドがハーツ R の世界に送り込まれたのは20年ほど前だったが、その頃のガラドの国はまだ平和だった。異世界に渡るためにはトライバースゲートと呼ばれる門を潜る必要がある。戦闘システム戦闘方式に関しては、シリーズ作品共通でリニアモーションバトルシステムと呼ばれる方式を採用している。 作品によっては、リムスという愛称が使われている。RPG でよくあるターン性や、素早さの順番で、キャラが行動するシステムではなく、同じ直線上に配置された、敵、味方すべてが、リアルタイムで動き、行動することで戦闘が展開するシステム。キャラのステータスや特殊技能といった基本的な、RPG の概念だけではなく、キャラごとの動作の個性、 敵と味方との位置関係、攻撃を受けることで行動が阻害される、のけぞりなど、アクションゲーム的な概念を取り入れている。敵を全滅させると勝利となり、逆に味方が全滅すると敗北とみなされ、ゲームオーバーとなる。操作方法は、対戦型格闘ゲームに似ているが、格闘ゲームにありがちな必殺技などの複雑な、コマンド操作を覚える必要はなく、通常攻撃。 術、技、防御といった基本操作のみである。デフォルトでは主人公が操作キャラになっているが設定を変更することで他のキャラも操作できる。プレイヤーが操作するキャラ以外はプレイヤーの指定した作戦に従ってオートで行動する。プレイヤーが操作せずにすべてを AI に任せることも可能で、その場合でもメニュー画面から術技の発動を指定できる。 テイルズ・オブ・シリーズの術技形態も参照。テイルズ・オブ・エターニア以降、特殊な操作によって発動する、非奥義が多くの作品で搭載されている。非奥義発動時には発動者のイラストが挿入される。PS3 版、ベスペリアでは、カットインに動作が加わった。戦闘ランクテイルズ・オブ・シリーズではほぼ全ての作品で、戦闘の難易度を調節することができる。最初、 戦闘難易度はノーマルに設定されており、多くの場合デフォルト状態では1ランク上のハードかどちらかを選択可能。作品によってはノーマルより下のイージー、シンプルなどもある。クリアデータを引き継いで始めたデータではハードより上のマニア、作品によってはさらに上のアンノーンなども選択できる。難易度が高いほど敵のパラメータが高くなり、 低難易度では使用しなかった術技を使用してくるようになる場合もあり、より緊張感のある戦闘を楽しめる。また、戦闘難易度が高いとコンボボーナスによる経験値やグレードが増える作品もある。コンボコマンド一部の作品にはコンボコマンドというアイテムが存在し、これを操作キャラに装備させることで格闘ゲームのようにコマンド入力によって術技を使用できる。 基本操作の場合には使用できる術技がセットしたものに限定されるが、コマンド入力であれば、すべての術技を使用できるというメリットがある。当然、コマンド入力に失敗すると、術技が発動しないというデメリットはある。称号サブイベントをこなすことによって、各キャラにそのキャラを象徴する称号が与えられる。称号は装備可能でメニュー画面で変更できる。 エターニアまでは一部を除き飾りのようなものに過ぎなかったがデスティニーに以降は能力の上昇や負荷をするなどの影響を与えキャラのカスタマイズに幅を出すためのものになった。後に能力値上昇の役割はその作品の世界観をより意識させる要素が受け持つようになり、称号は戦闘面以外の特殊能力の負荷やサブイベントの発生条件、 服装の変更などの役割を担うようになった。チャット、スキット帳やダンジョンマップの中ではなく、専用の画面上でキャラが会話するシステム。内容は次の目的地に関することや、世界観の保管、キャラクターの設定など様々である。大半はパーティメンバー同士の会話だが、一時的にパーティメンバーに同行するサブキャラなどが登場することもある。 作品によって細かな表現方法が異なり、チャットかスキットかの名称も変わる。基本的に画面左下にタイトルが表示された時に開始のボタンを押すことでキャラが会話を始める。PS 版デスティニーのアクティブパーティブィンドウが原型で、これは好評だったもののある程度時間を置かなければ見ることができなかったため PS 版ファンタジア以降は ワンクッションを置くことで簡単に見ることができるようになった。アップはマップ上で常に表示されるウィンドウ内のキャラにより会話が行われたが PS 版ファンタジアではキャラクターの顔部分が画面上に表示されて会話を交わすというフェイスチャットが採用された。エターニアではチャットタイプのスキットはなくゲーム中のモデルを動かす形でのスキットを採用している。 デスティニー2ではキャラの顔だけでなく立ち絵を動かすスクリーンチャットを採用し表現がよりアニメに近づいている。またデスティニー2以降は特定の場所やタイトルメニューのサウンドテストなどで一度見たことのあるスキットを再閲覧することが可能となる。シンフォーニアでは再びフェイスチャットを採用スキットごとのタイトルが表示されるようになる。 意向細かな違いはあるが、システムの大きな変更はなく、フェイスチャット、スクリーンチャットのどちらかが採用されている。料理 PS 版、ファンタジアから採用されているシステムの一つ。作品によって細かい違いがあるが、入手したレシピに基づいた食材を消費して、料理を作り、それを食べることで、料理ごとの効果を得る。料理の効果は、HP や TP の回復から、 一時的なパラメータアップや状態異常回復の効果を持つものもある。レシピの入手方法は作品によって異なり、主に後術のワンダーシェフから入手する。システム確率までは数多い食材をフードサックに入れることで移動中に自動的に食材を消費して味方全員の体力が回復するシステムが存在していた。各料理には 熟練度が設定されており、熟練度が低いうちは料理を失敗しがちで、失敗すると100%の効果を得ることができない。熟練度はその料理を作ることで上昇し、高まるにつれ失敗の確率が低くなる。一度料理するとパーティーは満腹になるため、次の戦闘後まで料理はできない。料理はメニュー画面で行うのが常だが、 作品によっては特定の料理をオートに設定しておくことで戦闘終了時に自動的に食べられたりショートカットにより戦闘終了画面で料理をしたりとメニューを開く手間を省けるものもある。料理を作るキャラを選べる作品もありキャラごとに熟練度が設定されている。料理が増えてなキャラは初期熟練度が低く失敗する確率も高い。また熟練度が上がると キャラに応じた追加食材を使えるようになる。追加食材は必須ではないものの、使えば食材に応じた追加効果が得られる。ここでキャラの好き嫌いが大きく反映され、そのキャラが嫌いな食材や料理だとなかなか成功せず、熟練度も上がりにくい。中にはとんでもない食材を追加するキャラもいる。食材は他のアイテムに比べて安いものが多く、 回復及びパラメータアップの手段として重宝される。だが、序盤の料理は、回復量が小さい、一つの料理を作るための、食材集めに街を転々とする必要がある。一度しか、使えないため効率が悪い、などの欠点がある。周回要素、テールズ・オブ・シリーズの多くの作品は、ニューゲームとは別にクリアデータを引き継いで、最初から冒険を始めることが可能で、 前回クリアデータの内容の一部を引き継いだり、おまけ要素を付加することができる。また、クリアデータを引き継いで始めたデータでのみ発生するイベントがある作品もある。初期は図鑑の内容を引き継ぐ程度だったが、デスティニー2以降は、グレードショップの導入により、多数のおまけ要素を追加できるようになった。おまけ要素は、経験値2倍。 術、技引き継ぎなどプレイする上で有利に働くものから、経験値半分、初期 HP 減少のようなやり込み向けのもの、最大ヒット数によって経験値が大きく左右される、コンボ命など、プレイヤーの判断で選べる項目が幅広く用意、されている。グレードクリアデータを引き継いで新たに冒険を始める、場合のおまけ要素を得るために、自分が得たいおまけ要素に応じたポイントが必要となる。 ことがある。この時に必要なポイントがグレードである。いわばグレードは、おまけ要素を買うための通貨として機能する。このようなシステムをグレードショップと呼び、グレードを多く貯めていれば選べるおまけ要素が増える。余ったグレードは、次回の冒険に繰り越されるため、次にクリアした時のために取っておくこともできる。作品により、入手方法は異なるが、大まかに2種類に大別される。 一つ目は、戦闘時に戦闘評価点としているパターン。ハーツまでの作品で主流だった方式。戦闘に勝利すると通貨であるガルドや敵が落とすアイテムの他に、その戦闘の内容に応じたグレードを入手することができる。評価基準は作品ごとに異なるが、戦闘中の様々な行動が評価対象となり、短時間で戦闘を終了する、敵の攻撃をガードする。 連携をつなげるなどの効率的な行動を取ることで、加点され、ダメージを受ける、攻撃をガードされる、戦闘不能になるなど被害を受ける、回復アイテムを消費する、または非効率的な行動を取ることで減点される。最終的な輪が、その戦闘の評価点となり、マイナス点が多い場合はこれまで取得したグレードの総数から減点されてしまう。そのため、 ただ単に戦闘を重ねれば増えていくわけではないのが特徴である。デスティニーにて初めて戦闘評価点をグレードとして使用するシステムが採用された。戦闘評価のシステム自体はエターニアが初出だが、この時はグレードとしておまけ要素の購入には関わっていなかった。この方式の場合、グレードは再現なく入手することができるので、 理論上グレードショップのすべてのおまけ要素を購入することが可能である。二つ目は、ゲームのやり込み度に対する評価点としているパターン。グレーセス以降の作品で主流となっている。サブイベントを行う、コレクターブックなどを一定以上集めるなどの行動に、あらかじめ対応するグレードが設定されており、引き継ぎ時点で達成していた分だけのグレードを利用することができる。 この方式では獲得できるグレードに上限があり、すべてのおまけ要素を購入してゲームを引き継ぐことはできない。サウンドテストゲーム中のすべての音楽、シナリオや術技のボイスなどが聴ける。作品によってはムービープレイヤーもある。また、2週目の初回起動時に聴ける曲、ボイスが増えることがある。2007年7月4日よりシリーズの主題歌集、ザ・ ベストオブテイルズがリリース。ファミツー x b o x 3 6 2 0 0 9年3月号での、樋口義人からのことによると、ハードを決めてから企画を考えるのではなく、企画を立てて、そこからハードを選択する。シリーズに休みはなく、ある作品が発売されても、次の作品も常に制作されている。制作会社は多数存在する。初期の作品は日本。 テルネットにより行われ、2003年からは、ナムコテールズスタジオ、2012年からは、バンダイナムコスタジオが開発を担当する。外伝作品では、アルファシステムがたびたび関わっている。作品ごとのメディアミックスに関しては、各項目を参照。シリーズに関連する、アニメーション作品。2008年以降、ファンイベント、テールズ・オブ・フェスティバルが行われており、 アーティストや声優陣などを集めて、イベントを行ったり、グッズを売ったりもしている。ジャンプフェスタなどでもシリーズのイベントを行っている。ナムコ X カプコン、ソウルキャリバーレジェンズ、ヴィーナスブレイブス魔女と女神と滅びの予言、プロジェクト、X ゾーンといったシリーズガンの作品にも、本シリーズのキャラクターがゲストとして登場している。PS3 版、ベスペリアでは、ケロロ軍想と、 コラボレーションが行われている。カロルの衣装に、ケロロが登場したり、ケロロの衣装時にパティを一緒に戦闘に出した、サイの戦闘勝利時のセリフに、ヒューガ・夏美のものが混在している。2010年発売の任天堂 d DS 用ソフト、ケロロ RPG 騎士と武者と伝説の海賊は、テールズスタジオが制作に関連しており、バトルシステムやフェイスチャットなど、 本シリーズの要素が取り入れられているほか予約限定特典としてケロロ招待の5人とテイルズキャラが書かれたクリアファイルが付く。ちなみに人選はケロロ招待のメンバーの声優5人が歴代テイルズオブシリーズで演じたキャラたちである。またこれ以降のシリーズではメインキャラクターの声優にちなんだ様々なアニメ作品とのコラボが行われている。グレーセスでは コードギアス反逆のルルーシュ、エクシリアでは、スタードライバー輝きのタクトとのコラボが行われており、DLC で各作品のキャラ衣装がダウンロードできる。バナフェス、タウンのテールズオブシリーズ専用のコミュニティ、テールズオブキズナの提供サイトの一つ、モバゲーといった SNS では利用者のアバター用のガシャポンがありき世界アイテムが入手できる。本シリーズと同じく、 バンダイナムコゲームスから発売されているザ・アイドルマスターシリーズとはキャラが何らかの形で相互に出演している。マーボーカレーとはマーボー豆腐とカレーを混ぜた料理またはそれを米飯にかけたカレーライスでありテールズ・オブシリーズに登場する料理として食品メーカーとのタイアップによる商品化もされた。一部外食チェーンでも提供されている。マーボーカレーは テイルズ・オブ・シリーズとのタイアップとしては3回商品化されている。2008年にテイルズ・オブ・ハーツの発売を記念してゲームの制作元であるバンダイナムコ・ゲームスと、コンビニエンスストアであるサークル・ケイサンクスにより弁当形式で期間限定商品として販売された。天面ジャムを加えた関東風の仕上がりとなっている。また2009年にはテイルズ・オブ・グレーセスの発売にあたり、 ハウス食品とのタイアップにて、レトルト食品として商品化された。こちらは豆板醤を効かせた、コクの中辛と、野菜やオイスターソースの旨味を加えた、まろやか中辛が用意されている。2種類の味になったのは、テールズ・オブ・シリーズのファンに、女性も多いことを、ハウス食品のスタッフが、イベントで実感したため。なお、同社では初めて豆腐を食材に利用したカレーである。 2010年12月6日より、テールズ・オブ・グレー・セスエフ発売に合わせて12月末まで期間限定で、マーボーカレースペシャルが発売された。2015年1月には、テールズ・オブ・ゼスティリアの発売を記念し、セブンイレブンにて、マーボーカレーマンが期間限定で発売された。テールズ・オブシリーズとのタイアップでないマーボーカレーを提供する店もある。 松屋では2008年5月22日よりメニューとして麻婆カレーが加わり、全国の店舗で販売され、その後、再度販売されている。ただし、こちらは麻婆豆腐ではなく代わりにナスを入れた麻婆ナス仕様である。また、ここ一番屋も2013年5月1日から7月31日までの期間限定メニューとして、朝柄豆腐カレーを販売した。ありがとうございます。